エデュアルト・ゲオルク・ゼーラーは、ドイツの人類学者、言語学者。19世紀を代表する先コロンブスキメソアメリカ、研究者であり、英文書の研究で特に知られる。ゼーラーは、プロイセン王国のクロスセン・アンデア・オーデルに生まれた。ブレスラウ大学で数学と自然科学を学んだ。1870から1871年に、不仏戦争に従軍した後、 ベルリン大学で学業を続けた。家庭教師やギムナジウム教師の職に就いたが、病気のために1881年に退職した。その後、言語学や考古学に興味を持ち、1884年にベルリンの民族学博物館の設立者の一人となり、そのアメリカ部門の助手、後に長として働いた。 マヤ語族の動詞活用体系の比較文法によって1887年にライプツヒ大学の博士の学位を取得した。1887年から1911年にかけてアメリカ大陸を6回訪れた。夫人のセツイリエは写真家としてすべての旅行に参加した。1894年には主にアレクサンダー・フォンフンボルトによって ベルリンにもたらされたメソアメリカの絵文書16種類を分析し、絵文書研究の基礎を築いた。ゼーラーはアメリカ合衆国の収集家、ジョゼフ・フロリモン・ルバの指示を受け、ルバの支援によって1895年にメキシコとグアテマラを探検した。1899年には、ルバによってベルリン大学に教授の席が設けられ、ゼーラーが就任した。ゼーラーは、 絵文書のうちに宗教的な内容を表す一群があることを発見し、ルバの出資によってその注釈を出版した。ゼーラーは絵文書研究の第一人者だったが、当時の新知学に強く影響されていたため、しばしばオカルト天文学的な解釈を行った。1960年代にカール・アントン・ノボトニーによって解釈は正された。 宗教と無関係なミシテカの納得例る絵文書の解釈をゼーラーは誤った。1886年の論文以来、マヤ文字については基本的に絵文字、表意文字であり、表音的ではないと考えていた。表音説を取るサイラス・トーマスに対してサイエンス史上でゼーラーは激しく攻撃し、トーマスは自説を取り下げた。ありがとうございます。